ミキちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今日は、ジャングルちゃん、和モダンの間からです。なっちゃん。なっちゃんをね、真ん中に5人の子供たちが一緒に寝てましたね。これちょっと狭ないかな。もうちょっと大きいの。ニックのが大きいから、ニックのと変えてもいいんやけどね。ニックのと変えようか。ね、これのがいいんかな。ニックのやつぬくいと思うんやけどな、あれ。ニックはニックでこっちのがぬくいんちゃうかな。ね、あとでちょっと変えてみようかな思うんやけどね、あっちと。ニックにはちょっとね、大きすぎるからね、これ。ね。ちょっと一遍変えてみる。これちょっとちっちゃいからね。なっちゃん入ったら他の子入られんからね。ちょっと変えますね、後で。な。はい、トトちゃん。何人か外行ってしまったね。せっかく中入れたけど。はい、サブゴロちゃん。昨日、サブゴロちゃんはもう、ね、プリンセスに行かれんように。やってます。サブコちゃん、トトちゃん、はい、セブンちゃん、声がちょっとちっちゃいかもね。ちょっと伸ばして、棒を伸ばしたってで、シャープちゃんかな、シャープちゃん、あとフミちゃん。あ、これ反対向いてんの。あ、なんか言ってる。汚いね。なんか言ってね。反対向いてしまってる。これでこれセンサーでね、まあここの中のあれがつくんやけど、昼間は消えてんの確認できましたね。昨日のちょっと曇ってる天気でね、消えてんの確認できたから、まあ大丈夫かな。一年ずつきっぱなしかな思ってたんですよ。ジョビちゃんと。ちょびちゃんとあれね、ついちゃん、今あそこぬくいはずやけどね、ね、ここぬくいはずです。ポカポカのはず。上はどうや。マイルドちゃんは今外出てるんで行ってない。マイルドちゃんここに。はい、マイルドちゃんね、マイルドちゃん見に来てもうたかな。最近、みなみちゃんはね、そらちゃんと、ね、あの子が、何でした、出てけへん。出てけへん、またな。大根。あ、そこの子が。あ、そうだ、もっちがね、お気に入りなんですよ。もっち。これ、ちょっと狭いでしょ、ここ。ね、2匹で来ないのに5匹とも乗っとるから、ちょっとこっちに変えますね。ね。こんな感じで。あ、もう1匹入った。どうぞ入った。あれ、ぬくいからね。はい。ちゃこちゃん。ちゃこちゃん。ちゃこちゃん。これだけでいいのか。北の方とか、あれかな。ほいで、ここは。中にこんな感じ、中に一緒に寝てます、ね、中へね。ニックもおしっこもね大丈夫そうやね。ね、ニックも大丈夫そう。な、ランちゃんもね、飛び散りもなさそうになってきたし、ね、もうちょっとだけ様子見て ね。まあ、昨日カイロ買うてきたんでね、カイロほんま対策ちょっとやってきますね。もうとりあえずねねちゃんからね、入れてるんで、ねねちゃん寂しがりちゃん言われて。はい、食べてない。みーちゃん。はい、いっちゃん。いっちゃん。まあ、ニックはこんな感じで。ニック食べたな。いいとこか。あ、偉いな。はい。よしよし。な。えらいな。もう食べてるね。あ、
今何時だ ?45 分かな。こっちまだ食べてないね。気ぃついとんねんかな。それで、はい、シナモンちゃん。ラテちゃんは目こんな感じ。まだちょっとね、わかるかな。まだこんなによくなってるけど、ちょっとマシになったんかなみたいな思うんだけど、まだよし、マシにはなってないね、そんなに。なんか前よりはマシかな。ね、目薬やってんやけど。あ、あいつも入れたね。ここぬくいからね、セブンちゃんが入りました。これで、ここに来たろうとかあるもんかな。なっちゃん、ちょっと変えたるわ、それ。な。上のが気に、あれやった。上の余ったらいいんけどね、入ったら。ちょうど。はい。いつも忘れられる。うん。ひらりちゃんと。来たろうもんね。来たろうちゃんも。はい、まるんちゃん。三人か、今日は。な。三人でいてるのか。で、ここはここで気に入った。ここ抜くもんね。な、ここもちょっとこたつのあれせんだかんね。こたつ、あ、これこたつついてんやね。あ、だから、暑い、わかんな。こんだけひっついてたら危ないね。ねえ。こたつはつけられへん。高くするかい。まあ、こんな感じで、はい。水玉ちゃん。まあ、昨日、勝子先輩、どうやったかな。スチュワーデスのね。ちょっとカレンダーね、いろいろね、もう、ご購入ありがとうございます。まだ在庫が来てないんだ。在庫というか、商品が届いてないんで、注文してるんでね、また、入金確認して、ね、歴史で発送していきますんで、もう12月、早いね。あっちゅうま、ね、皆さんね、体調には気をつけて寒くなってきたから、ね、これ事故のないように皆さんしてください。ね、車とかね、静停走ってる車も多いんで、ね、気ぃつけてね、こんな感じで、まあ、今週1週間また頑張りましょう。それでは、さようなら。ハッチーズから一言。餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。